はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、レガシーパックにて登場したダンディホワイトライオンというモンスター、皆さんご存知でしょうか。あ、ご存知ない、これご説明していきます。謎の UR カード。このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果発動するターン自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。あまりにも重すぎる縛り縛り重すぎ、笑った。発動するターンなんで、その要はターン全体にかかる縛りなんですよね。でエクストラデッキからモンスター特殊召喚できないと、エクストラデッキからモンスター特殊召喚できない現代遊戯王何も強くないっていう話なんですけども、一応効果はこのカードが手札フィールドから墓地を送られたら、自分のフィールド上に綿毛トークンっていうなんか謎のトークンを3体特殊召喚できるよっていうトークンが3枚生えるっていうね。まあだからモンスター数的にはめっちゃ強いんですよ。ただこの強烈な縛りによって、まあリンク召喚とか、まあ、シンクロ召喚とかそういうのできないというところで、でしかもこれ手札フィールドから墓地を送らないといけないんで、デッキから墓地を送るとか無理なんですよね。なんでこれちょっと どうやってうまく使えるかなっていうふうに考えた結果、結局まあアドバンス召喚なんですよね、このモンスターをうまく使う方法っていうのは。でアドバンス召喚を主軸にしつつ、手札フィールドからこのカードを墓地を送れるデッキのギミック、まあこれ一番強いのはホールスだと思ったんですよ。手札を切るギミックが結構たくさんあるんでね。で3体のモンスターを生成できるんで、まあ、アドバンス召喚の素材になれるってことで、まず一発目はこのバニティルーラーっていう、まあ、最強モンスター、これ大好きなね、この相手のモンスターだけ特殊召喚を封じるっていうの、うんこみたいなモンスターなんですけど、これとあと3体リリースしたら強いモンスターっていくつかいるんです。アバターとか、今回持ってきたのはこれデスティニーヒーローブルーディー、これ3体をリリースしたら特殊ができるっていう効果で、別にデスティニーヒーローじゃなくてもいいんで、これ綿毛トークン3体リリースしたらこれ出せるんで、なんでしかもこれブルーディーって D フォースっていうカードでサーチもできるし、あとこの D フォースがブルーディーいるとなんかフィールド上のカード全部に効果の対象体制が付与できるから、結構こういうカードとかあとこういうカードとか全部守れたりするんだよね。なのでまあこれクソ強いなと思って、ということで、今回はこの綿毛トークンを3枚、トークン生成して、でブルーディーと虚無を出してドヤ顔し、相手の心をバキバキに折るということをやっていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー割とハンドは良さそうだよこれは。割とハンドは良さそう。なんか D フォースブルーディーはもうなんか全部展開取ればいけそうな気がするわ。でちょっと一回これ救いの駆け足をぶん投げまして、で救いの駆け橋くんの効果発動します。これで宝玉持ってきて、オーケー、裏側はなそうだな。 D フォース発動、 D フォースの局面やってデスティニーヒーローブルーディーを手に入れていく。やべえ、ちょっとライオンがいねえライオンいねえんだけど、ライオンキングいねえんだけど、ちょっと待って、これ打つ必要あるかないか。イムセティぶん投げるでいいか。ちょライオンいねえとさ、ただのホルスディーなんだこれ。ライオン来い、ライオン、ライオン、ライオン来た、ライオン来たぞ、ライオン来た、熱い、ライオン来たぞ、あっちいマジで。王の棺発動、ライオン来たのはマジであっち。王の棺の効果発動するぜ。王の棺の効果によってホルスをいっぱい墓地に送りつつ、さらに、王の棺の効果によってダンディホワイトライオンを墓地に送りつつ、ホルスを墓地に送る。そしてダンディホワイトライオンが手札から墓地を送った場合の効果を発動。うおっ、ライオントークンを3体特殊召喚、さらに3体のモンスターをリリースし、これが最強にしてアルティメットヒーローディスティニーヒーローブルーデイ。これでお前のフィールド上のモンスターの効果は全て無効化されるぜ。さらに、自分の墓地から、ブルーディ親衛隊を4体特殊召喚うわ、ブルーディ親衛隊4体特殊召喚。さあかかってこいよ。ちなみにこの盤面、デスティニー、D フォースが存在しているため、相手はこっちのカードを1枚も対象に取ることはできないぜ。つまり無限保養などを打つことはできない。これが D フォースの効果。ブルーディが存在しているため D フォースで全てのカードは対象体制が付与されている。そしてブルーディがもし除去された場合、ホルスたちがぶち切れてカードを1枚破壊、対象に取れないドロー&、墓地戻しみたいなやつがいっぱい発動するぜ。これがアルティメットブルーディ CA デッキ。かかってこい
勝ってきやがれ。なんか困惑してるな相手、この最強の盤面を見て。うわブロディ最強。このデッキ展開ルートほぼねえから短くていいな。展開ルートほとんどねえんだよなこのデッキ。なんか今あり合わせのカードでなんか回していくしかないからさ、なんかあんま考えることなくてさ、結構いい感じだねこれ。さあ救いの駆け足の効果を発動するぜ。救いの駆け足の効果によってレベル8を供給できるのが強くて、これトレードインが一番強く使えるデッキといっても過言ではないって。まあ、送るのは何でもいいんですけど、まあ、これですね。はい、そして、王の棺の効果によって、一応あれですね、ブルーディーは確定しますね。これできればさ、俺さ、虚無利点だよな。できれば虚無利点。虚無ラッシュほしい、マジで。これ虚無できた場合、マジ熱いから、ダンディーホワイトライオンの効果を発動するぜ。さあ、これでトークンが、なんかライオントークンが3体特殊召喚できるぜ。そして、トレイントレイン走ってゆく、トレイントレインどこまでも、あ来た来たぞおい、お来たぞおい、あやばいこれマジで、これってこれマジで、ね、これ理論上最強ムーブできる、これこれ理論上最強ムーブきた。ちょ待って、これこれガチやばい、これきた、これはでかい、あまりに強い、これこれ構成特殊化するんや。ほんでですね、まあ、これとりあえずブルーディ出すんですよ。3体のモンスターをリリースして、うおデスティニーヒーローブルーディ、さらに王の棺の効果によってホルツモンスターを墓地に送り、さらにまあ一応ホルツと、そしてハーピーを特殊召喚。これあれか、ニビルケアするためにこれ先に出してもいいのこれ。そして、ホルツのケベンセルフと、まあちょっと持ってなかったから許してくれ、これニビルケアするために絶対これ先にこっち出した方がいいです。でこれでいけ、虚無の統括者爆弾。これで相手は特殊召喚できず、相手のフィールド上のモンスターが全て効果が無効化されるというヤバすぎる盤面ができた。あまりに強い、なんて強いんだこれ、ヤバいぞこれマジで。これいかれてるだろこれ、この盤面これ返せないだろさすがに。特殊召喚できない相手だけで、ブルーディー、まあ、じゃあ D フォースがないから対象には取れちゃうけど、これ D フォースもあったら対象にも取れないからね、これ。これさすがに最強じゃない？いや、困惑してるな、相手。やばい、やばい、このデッキ、デュエル成立しねえ。デュエルが成立しないわ。手札ゴミで草。まあ、手札ゴミでもね、ホルスは王の棺の効果によって、ゴミを全部捨てれば、まあ、有効札に変わるっていうのがいいところですからね。はい。まあ、それだけが取り柄と言っても過言ではない。タケトンボーグ何？ベイグマックスタケトンボーグ、うわやばい、それはやばい。あれまた親顔ムーブか、これアルティメット親顔ムーブ来るか、あー親顔ムーブだ。レベル4のモンスターが4体来るぞユーマ。ダランベルシア何サーチするんだろう、これ何サーチするかによって大体どんなデッキなのか分かんだけどさ。さあレベル4のモンスターが4体を使った場合、4素材でデッキから魔法トラップカード、死者蘇生じゃん、死者蘇生、死者蘇生、そんな重要なのかこのデッキにおいて。蘇生するカードなんかいくらでもありそうだけどな。展開長えなマジで、タイムアウトしろほんまに。うわレッドアイズフレアメタル来た、なんだこれ、ベールゼみたいなやつ送りつけですか、これベールゼ送りつけですねこれ。さてはわかりましたわこれ、はい、もう完全に理解しました。もうクソレッキューこんだけね回してるとね大体わかるんですよこれ。これおそらくですね、8シンクロがまあ、ぶち込まれまして、でなんかこっからあれですか、なんか転生のコーディネーター的ななんかことがされてみたいな話ですか。トランジャクションオールバックでなんかやばいこと起きるか、アクエリア来たで、トランザクションロールバックの効果によってギブアンドテイク、うわなんか絶対そうじゃん、ギブアンドテイクとかさ、わかんない、ヤジロベーダー、ヤジロベーダー、ありがとうございます、ヤジロベーダー、はい、死者蘇生、死者蘇生、はい、セベクの魔導士知らん、誰いったいった、ライトロードドミニオンキュロスの効果、表会社のこのカードが相手の効果がフェイトが離れた場合、自分同士の魔法カードを回収、へえ、ドミニオンキュリオスの
回収、謎の回収効果知らんかったぜ。こんなことあったんだな。なるほど。ドミニオンキュリオスが特殊召喚され、あ、何、まさかこいつ対1ない、何、1,2 の効果はストレート対1、何、3番目の効果が対1がないぞ、やばい、何、やめろ、ヤジの命だ、ヤジの命だ、問われた、ヤジの命だ、ヤジの命だ、ヤジの命だ、余計なことをするんじゃない、ライトロードドミニオンキュリオスを着地させて差し上げろ、ヤジの命だ、何をしてる、ヤジの命だ、あ、ヤジの命だ、止まれ、いてー、ちょ、長いってこのループ、これこの無限ループ長すぎるって、迷惑だよ、迷惑すぎるだろこれ、くそ、やめろ、ヤジの命だ、ヤジの命だ、ヤジの命だー。